打撃で、平本大選手が桜井君選手を上回るという可能性があり得るんじゃないかなと思ってるんですけど、ここ正直どう思いますか？上回ります。じゃあ勝てるじゃないですか、そしたら。まあ結構理由がしっかり明確にありまして、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、本日のテーマは、平本蓮打撃徹底解剖スペシャル平本蓮選手 VS ドミネータ選手の試合がありまして、まさかの平本蓮選手が下馬評をね、完全に覆して、圧勝ということで。そうですね。で、しかもその圧勝したのも、平本蓮選手の得意とする打撃、うん、っていうところがかなり磨かれての勝利だったということで、まあ、この平本蓮選手の打撃の秘密っていうところに今回迫っていきたいなと思っております。で、まあ、平本蓮選手、今回空手というところに重きを置いて、そこで、空手の技術を MMA に落とし込んで、それをね、完全ドミネータ選手戦で、利用してみたんですけど、そこがね、かなり点数としては激アツ、胸アツポイントだったんで、今回はそこをですね、皆様に完全分析してお届けしようかなと思っております。じゃあ早速、行ってみましょう。はい、ではまずですね、平本蓮選手の打撃の進化っていうところはすごくありまして、まず K-1 の時の構えですね。キックボクシング時代は、平本蓮選手、かなりこう、ムエタイっぽい構えですね。こういう構え。ガードを上げて、この前足をしっかり上げて、後ろ重心で構える。これ打撃。これだと前蹴りとか、こういう、もうちょっと感じとかっていうのが打ちやすいんですけど、で最後攻めるときには、こういうふうに体を前にして戦うことが多いんですけど、基本的な構えとしてはこう。で、そこから平本蓮選手が大事に転向後、1戦目となったのが、萩原恭平選手戦ですね。まあ、ここは皆さんもすごい期待されていたし、萩原選手との接戦もすごかったので、まあ、すごく注目度が高かった試合なんですけど、そこでの平本蓮選手の打撃っていうのが、かなりキックボクシングに近い。まあ、この前足を上げるような構えではないんですけど、この前足を上げないけども、スタンスとしてはすごく狭い。キックボクシング的な構え。で、上半身の構えに関しては、割とこういうふうにちょっと手を前にするな動きもありつつだけど、まあ、基本的にはキックに近いような構えで戦っていました。というのが、萩原選手戦ですね。で、こうするとどうなるかというと、基本的には足が揃ってたりとか、こうアップで構えているので、足をすごく座りやすかったり、ね、タックルとかそういうものに関しては弱い。もちろん、打撃に関してはやりやすいんですけど、MMA なんで、この足元が座れちゃったりとか、重心が高いと、すごく弱いところがあるので、そういうところが、萩原選手戦では弱点だというところがまずあります。という流れで、まあ、ライジンサイドも、ちょっとこれではまずいと。じゃあちょっと打撃特化の選手とやらせてみようということで、選ばれたのが鈴木千代選手になります。鈴木千代選手の時の構えは、まあ割とその、さっき言ったこの狭い構えだと、かなり重心が高いので、救われやすいというところが本人としてはあったので、ちょっと広がりますと。だけど、ガードをすごく高めに構えて、まあ、鈴木千代選手打撃強いんで、そういうところを警戒しながらの構えだと。で、体の使い方としては、X、こう、体格に筋肉ってこう、使うことはすごくやりやすいんですけど、エクササイズとかね、こういうエクササイズがあるのと一緒で、この X で、上半身の X で、感情をこう、キックっていう打ち方ですね。なので、こう、下半身的にはあまり使ってないんですけど、この上半身の、この X で、感情を打っていく。押しています。もちろんこれでもすごく強いんで、まあ、結構いい場面が作れたんですけど、だけどやっぱり上半身とか高いんで、まあ、もちろんこうつけられてしまって、そのままコーナーに押しつけられて何もできないみたいな場面がすごくあったっていうのが、鈴木千代選手であります。はい、そしてその後、鈴木千代選手にも負けてしまいまして、じゃあもう少し格下の打撃特化の選手ということで選ばれたのが海部君、鈴木ひろあき選手となります。で、鈴木ひろあき選手の時の試合の時もさらにまた鈴木ひろあき選手戦とは変わっていて、まあ、この鈴木ひろあき選手では多少広がってはいたんですけど、そんなに MMA っぽい
スタンスがなかったんですが、鈴木選手戦ではもうちょっとかなり広めに構えます。で、こっちの右のガードは高くて、こっちの手は少しこういう動き、ちょっと低めでもあるんですけど、まあ、こういう構えで構えていました。で、これこの辺から平本選手の打撃っていうのが、まあ、確立されてきて、こういうスタンスで戦っていこうみたいなところができてきたんですけど、まあ、この時の体の使い方としては下半身の連動がかなりここから増えてきました。この下半身の足元からパンチまで連動させて打っていくような打撃っていうのがすごく増えてきました。前までは上半身の動きだけでこうパンチ打っていたんですけど、そこから鈴木弘明戦からは下半身を使いながら連動させてパンチを打っていく場面がすごく増えてきました。はい、そしてやってきました、ヤマスの名田聡選手戦なんですが、ここでなんと平本選手、それまで、まあ、K1 時代も通じて、まあ、スイッチするような場面があったんですけど、基本的にはオーソドックスで全部戦ってはいたんですけど、このドミネート選手戦では、まあ、足の怪我、多分足の指ですね、まあ、骨折もあり、まあ、こっちの足を前に出すのは不安だったっていうのはもちろんあるんですけど、ドミネート選手のタックルに警戒するという意味でもサウスポーに今度は構えます。で、さらにあとどうなったかっていうと、スタンスがかなり広くなります。怪物の時からかなり広くなってるんですけど、さらに広くなって低く構えるようになります。で、手の位置がさらに変わります。怪物の時はこっちの手は、ね、割と高めで、こういう動きでこっちのジャブをしっかり狙いながらこっちをしっかりバウンドしてみたいな形だったんですが、このドミネタ戦では両方の手が割と下がった、本当に武術的な沖縄空手的な構えにかなり変わってきます。で、この状態で常に構える、この状態でこういう動きで、ステップも踏まない、細かい足の運びだけで戦うようになりました。はい、そしてこの構えからのパンチの打ち方っていうのもかなり空手になっていまして、今までだったら西洋的な体の使い方、この X でのパンチの打ち方だったり、この足元を連動させてのパンチの打ち方っていうのが基本だったんですけど、今回の場合は二軸って言って、この肩から足元にかけてのこの2本ですね、結構西洋的なものだと1本の軸で体をこう回してパンチを打っていくことが多いんですけど、空手的な武道的な体の使い方と二軸っていう体の使い方で、このまま、この腰とこの肩の動きっていうのが同じ動きをします。で、それをそうするとどうなるかというと、かなり足元から動かす動きよりもさらにコンパクトショートにパンチを打てるようになってきます。二軸的な体の使い方、まあよく言う昔だと、ナンバーバスリーをちょっとこう手と足が両方出るような走り方っていうのを昔飛脚がよくしてましたよみたいな話があると思うんですけど、その飛脚も、まあ、手と足を同時に出すというよりはこの手と、肩、あとこの腰骨っていうのを同時に動かすのが基本的には、ナンバーバスの、まあ、本質なんですけど、まあ、そういう使い方ですね。この二軸で体の筋肉をできるだけ使わないように骨を動かしてパンチを打つ打ち方っていうのを今回平本選手はかなり使っていました。で、そうすると何がいいかというと、基本的に筋肉を使わないので筋肉疲労がかなり少なくなります。骨の動かし方だけなので筋肉は後からついてくるような感じで体を使っているので、かなり、筋肉疲労がかなり少ない、そして、かなり小さい動きで最大限の力を発揮することができるので、さらにショートにパンチを打てるようになってくると。ヤオトレ選手もともとすごくショートにパンチを打つのが上手なんですけど、さらにショートにパンチを打つことができるというのが平本選手の打撃ですね。で、さらに言うとこの構え低くなったのもすごく意味がありまして、これ低いと何がいいかというと、手が低いことによって相手がパタッときた時にすぐ受ける体勢に持っていきやすくなると。これ高いとどうなるかというと、ここの
懐ですね。懐がすごく空いてしまっているので、ここにパッと飛び込まれた時に、手がこの辺上になって、そうすると刺されてしまって、相撲でいうもろ手出しっていう一番バレー体勢を取られやすくなってしまうっていうのが、すごく弱点なんですけど、平本選手、今回すごく低く構えたことで、こうバッと飛び込まれた時に、手をしっかり下から刺すこともできるし、こう手をついて、角度9みたいな動きもすごくやりやすくなったというところが、平本選手の打撃、今回ありました。で、そしてちょっと武道的な意味合いでいくと、呼吸が落ちるっていうんですけど、低くこう構えることで、腹式呼吸ですね、こうアップで構えていくと、この胸から上の呼吸だけ、なので浅い呼吸になりやすくて、その呼吸が上がりやすくなったんですけど、平本選手、今回、すごく低く構えていたので、腹式呼吸って言って、このお腹から息を吸って吐いてっていう動き、武道的なすごく呼吸の仕方なんですけど、っていうのが、すごく今回は使えていたと。というところで、さらに呼吸が荒れづらくなって、スタミナのアップにもつながっていく。で、さらにいくと、腰が重くなります。低く構えて、手も下ろすことによって、自然的に腰姿勢が低くなってくるので、まあ、相撲取りのお相撲さんが、すごく低く構えていくのと一緒で、まあ、低く構えて、手も低くすることによって、重心が落ちて、腰が自然的に重くなってくる。こういうふうに上げてしまうと、どうしても体って軽くなるんですけど、低く構えることで、すごく体を重く使えていたというのが平本選手の打撃、今回かなり、空手を取り入れたことによってレベルアップして進化したというところがあります。はい、で基本的な戦法としてはそういう体の使い方、構えを利用してこっちで常に牽制して相手の出方とかが入ってくれば打っていくで、相手が近づいてくればこっちの左がカウンターになっていて、いずれも狙い抜けるような体の使い方っていうのを常に、この中で相手の顔面っていうのを常にこう捉えながら打っていくっていうのが、今回平野選手の中でうまく行われていた、集中して使われているところだと思います。はい、という感じに、平本選手打撃の進化の過程というのを見てもらったんですけども、どうですかね、見てもらって。いや、すごく分かりやすくて、勉強になったんですけども、はい、今回、平本蓮選手が、左足の方を怪我してたので、はい、蹴りが全然出せなかったじゃないですか。なるほど。うん、もし今後、はい、蹴りも使えるっていうことになった場合、うん、もうとんでもない打撃のレベルになるんじゃないかなっていう期待があるんですけど、はい、そこってどうなんでしょうか。それはまあ大きな勘違いですね。勘違い。まあでも確かに進化することはかなり考えられるんですけど、今回良かったっていうのはその足を怪我することによってさらに突きパンチの集中力が高まったっていうことで、あんだけカウンターを合わせられたり、あんだけ見切ることができたってとか正直あるので、まあキックが増えたからといって単純にあれプラスキックっていう感じにはならないかもしれないんですけど、何がいいかっていうと、平本選手今回こういう感じですね。で構えてパンチの扱い方なんですけど、パンチの射程距離っていうのは、まあ、どうしてもね短いんですよ。そうだけどこっから蹴りが増えることによって、ここだったらパンチって当たらないけど、この距離でも蹴りって当たるんですよ、うん、っていうのが、蹴りが増えることによって、さらに平本選手のこう射程距離っていうのが広がってくるのがあります。平本選手、基本的には中に入れたくないっていう、もう打撃、相手にタックルされたくないので、中に入れないようにこう戦っていくんですけど、そういう意味では、蹴りが増えることによって、さらに相手との距離が作りやすくなって、さらに平本選手の打撃っていうのができる。変に飛び込んでくれば、そこに全部合わせて、今度戦っていくので、っていうこの、でまあ、今度加わる可能性がめちゃくちゃ高い。なるほど。そこがうまく融合できれば、さらなる平本蓮打撃の完成形が見られるかもしれない。そうですね。うん、で、今回、平本蓮選手、基本的にはオーソドックスっていうのが最初の話したんですけど、うん、今回、ただ頑張って左に戦ってたっていうのもすごくあったので、うん、これがオーソドックスになる、オーソドックスになるプラス、蹴りっていうのが入ってくれば、うん、かなり 1.5 倍ぐらい強くなると思うんですよ。さらに恐ろしいじゃないですか。そうなんですっていうのが、まあ、今回、ちょっと明らかになってきた。なるほど。次の質問なんですけども、今
今世間では平本蓮選手と朝倉未来選手の対戦がささやかれているとかするじゃないですか。はい、人気で、平本蓮選手が朝倉未来選手を上回るという可能性がありえるんじゃないかなと思っているんですけど、はい、ここ正直どう思いますか。上回ります。おおおお、マジですか。勝てるじゃないですか。そしたら、まあ、結構理由がしっかり明確にありまして、うん、まず朝倉未来選手がサウスポーで、構えます。まあ、これは朝倉未来選手の得意な構えなので、まあ、サウスポーで構えるのが基本だと思います。でそうなってくると、じゃあ平本蓮選手がどう構えるかというと、うん、オーソドックスになります。おこれなんでかというと、基本的に多分タックルを朝倉未来選手は取ってくるんじゃないかなと、うんうん、まあ、打撃力を上回ることができるっていう自信はあるけども、やっぱり平本選手の弱点をついていこうと多分朝倉未来選手してくると思うので、そういう意味ではタックルに来る可能性が高いと。そうなった時に、天下をっていって膝蹴りを合わせやすいのって体格の構えの方が合わせやすいんですね。これ大外投手だとこの前足っていうのはすごく近くて、でさらに膝っていうのを合わせづらいようなタックルになってしまう。こういう風な取り方で、タックルを捉えてしまうので、ここに対して膝蹴り合わせるっていうのはかなり難しいなっていうところがあるんですけど、こうすることによってここに膝蹴りは完全に合わせやすくなるので、あんまりこっちのタックルに来るっていうのを朝倉未来選手もやりづらくなるっていうのが多分、ね、見えてきます。でさらにストックスなので、平本蓮選手がさらに得意とする、構えポジションに戻りますので、そういう意味ではこのノミネータ選手戦よりも精度の高い打撃っていうのは、ね、可能性が高いと。そうなった場合に、じゃあどっちが打撃で上回るかって話になると、これ朝倉未来選手って基本的にはカウンタースタイルなんですよ、なんでこう相手が打ってきたのに対してそのままパンチ合わせていくみたいな動きっていうのがすごく多いんですけど、平本蓮選手も基本的にはその自分からいかない、ポイントを狙っていくスタイルなんで、多分ですよ、多分朝倉未来選手ってフック系で基本的には、倒すっていうのが基本的なんだけど、で平本蓮選手の場合は割とストレート系の打撃が多いと。そうなった時に単純にこうカーブして届いてくるものとストレートで届いてくるものってなってくると、ストレートで届くものの方がもちろん速いですよ。なのでそういう意味では先に当てるのは平本蓮選手なんじゃないかなと。単純なことすごいですよ。勝てるってことですよ。そうすると、だから勝てる可能性がかなり高いと思うんです。なるほど。あとはちょっと今追加で聞きたいのが、朝倉未来選手って結構その三日月蹴りとか、で結構相手に効かせて、そこからやっぱ打撃で仕留めてるみたいなことが、割と多かったりとかするじゃないですか。蹴りに対してはどうですか。打撃の部分で、でその三日月蹴りっていうのはどこを狙うかっていうことなんですけど、基本的にはこの肋骨の下、相手の肋骨の下を狙って蹴っていくんですけど、平本蓮選手の構えってこうなんですよ。結構切ってる感じなんですね。こうすることによってこういうふうに完全に肩を切って構えることによって、この三日月蹴り蹴るっていうのはすごく難しくなるんですよ。なるほど、なるほど。まあ、もちろんミドルは当たりやすいんですけど、三日月ってその相手のミドルキックと、前蹴りの中間の地点ですね、半分のところで蹴っていくから、まあ三日月と言われてるんですけど、そこを狙って蹴っていかなきゃいけないんで、そういう意味ではこう構えられると三日月ってマジで綺麗そうなんですよ。少しこう回したような蹴り方になるので、それこそ回し蹴りになっちゃうので、三日月とはまた変わってきてしまう。なるほど。という意味ではその三日月対策としてもこの体の構えというのはすごく有効というところがあります。すごいですよ。完璧ですよ。完璧なんです。完璧ですよ。だから今回ノベータ選手と戦う痛いっていうふうに平本蓮選手が言ってたのも賞賛があったからだと思うんですよ。なるほどね。で、こんだけ朝倉未来選手に喧嘩を売ってるっていうのも平本蓮選手なりの賞賛があったと思っていて、そういう意味では平本蓮選手が朝倉未来選手を上回る可能性というのは非常に高いんじゃないかなと夢がありますと思っています。三日月は、まあ、当たりにくいっていうのは分かったんですけど、結構左ミドル、そうですね、結構思いっきりバーンって蹴るようになるじゃないですか。朝倉選手、飛び込んでて蹴っていく。そうですね、あれはどうですか。あれは防げるというか、なんかどう対処するんでしょう。それに対してもすごく単純で、平本蓮選手のこの左手っていうのが常に何をしてるかというと、これいつでもジャブを打てるようにこう動かすんですよ。こう動かして相手が
その射程距離に入ってきた時にパフォーマンスで狙っていくような打ち方なので、朝倉未来選手がミドルを打つということは必然的に距離が近づいてくると、うん、それに対してパフォーマンスとパンチを合わせていくみたいな動きっていうのはかなり多分平本選手が得意としているところだと思うので、なるほどね、多分そこが炸裂するんじゃないかな。おじゃあもう左ミドルが来たらもう連盟としてはもうチャンスですね。そうなんですね、うん、だから、まあ、ちょっとタックルされて、つけられてで朝倉未来選手が上回るって可能性はすごく高いですけど、打撃において朝倉未来選手が上回るっていうのはかなり難しいんじゃないかなと思います。おすごいですね、はい、それでちゃんとタックルを切って、はい、ちゃんと順当に試合を進めたら、うん、ありますあります。いや、これはもう新時代ですよ。新時代、新時代の到来です。はい、はい、というわけでここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひね、皆様が見ていただいてちょっと質問だったり、こういうとこよく分からなかったよとか、こういう場合だったらどうなるのみたいなところもぜひコメント欄の方で質問していただけると嬉しいなと思っております。他にも、この選手の分析をしてほしいよとか、この選手の強さの秘密を知りたいみたいなことがありましたら、それもね、コメント欄でぜひよろしくお願いいたします。次の動画も見てください。バイデン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。